さんこんばんは。どうもロミピーです。先ほどのオープニングの動画でも見ていただいたと思うんですけども、皆さんに報告したいことがあります。私ロミピーですが、 YouTuber ジョーブログさんのオンザロードという事務所にオーディションをね受けてたんですけども、この度晴れて、合格することができました。ありがとうございます。3ヶ月ぐらい前にね、ジョーさんが YouTube の動画の方でね、事務所を設立するっていうのと、あとオーディションをやるっていうね動画をアップされました。で、まあ僕それを見てて、もう昔からね、ずっと見てきた、憧れてた YouTuber だったので、すごくね、興味を持ちました。でも最初やっぱ勇気がなくて、応募するかすごく迷ったんですけども、でもねやっぱね、一歩踏み出す勇気ってことで書類選考の方に応募させてもらいました。でね、晴れて合格をして、二次審査はね、1分間の自己アピールっていう部分でね、もう本当にジョーさんの目の前で面接をしていただいて、で、まあ、そこもなんとか通過して、最終審査ということでね、大阪に行ってきました。本当に最初ね、2500人以上の方がこう応募されて、まあ、最後ね本当に150人、ね、100人ちょっとの人が残ってっていうところだったんですけども、やっぱもうここまで来たからには絶対もう受かってやろうって思いで、大阪までですね、夕方に着いて次の日の朝には帰るみたいな、20時間に滞在してないっていうぐらいだったんですけども、でもそれでもね、大阪の方に行かせてもらいました。で、まあ、この度本当に晴れて合格することができました。本当にありがとうございます。それでですね、まあ、現在 YouTube の方もちろん今まで通り YouTube を主体としてロミピチャンネルはやっていきたいんですけども、まあ、それに合わせてね並行して今現在LINE ライブ、まあ、LINE ライブとあとドキドキライブ、この2つでですね生配信の方をやり始めました。これはねオンザロードプロダクションの認定配信者って形でね配信させてもらってます。本当にぜひね生配信の方も見ていただきたいと思いますんで、アプリの方ねダウンロードしてもらって、でロミピで検索をお願いします。本当にね今までチャンネル登録してくれて応援してくれてるね皆さん本当にありがとうございます。またねこれからもね一歩一歩頑張っていきますのでね、いろんなね今後、まあ、もちろん料理動画が中心にはなるんですけども、いろんな様々な企画にもね挑戦していきたいと思ってるので、これからも引き続き応援のほどよろしくお願いします。ね、じゃあね今日はもうお祝いってことなんで、まあここからがスタートなんですけどね、まずここで一区切りをねつけるためにも今日はね盛大にパーッとやってやろうと思っております。なのでね今日は買ってきました。ババン、久保田千住、これね買ってきちゃいました。今日はね久保田千住買いましたんで、これでねちょっと今日はお祝いをしていきましょう。なんでじゃあ開けていきますよ。いや最高だよ。じゃあ開けます。よいしょ、開いた。じゃあねお祝いってことなんで、こちらのね久保田千住いただきたいと思います。じゃあそれでは皆さんグラスの方持っていただいて、まあ、本日はね本当にオンザロード合格をね、祝しましてね、皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。まあ、これからもね皆様方のご健康ご多幸ますますのご繁栄をね祝しまして、乾杯の温度を取らさせていただきます。それでは皆さん本日もお疲れ様でした。乾杯。めちゃめちゃうまい。いや最高だね。今日はね日本酒もうすんごく美味しいね、もうこんな普段飲まないような高級な日本酒をね買ってきたので、まあ、これに合わせるって何かなと思いました。でやっぱめでたい席なんでね、こちらのねダダン、お寿司買ってきました。じゃあねこれ蓋開けてみましょう。パカッと、ここイカコーナーね、でサーモンコーナーでマグロコーナー、こんな感じね、うん、こんな感じです。うまそうだよね。今日なんでこれにしたかって、俺ね本当はねイカとあとマグロで紅白にしようと思ったんですよ。でも15貫イカとマグロだけじゃ飽きるかなと思ったんで、ちょっと妥協してサーモンも入れました。まあねこんな感じで、今日はお寿司をね食べていこうと思います。じゃあね早速食べていきます。いただきます。イカからじゃあいただきます。いただきます。
めちゃめちゃうまい。次はね、マグロ赤身ですね。赤身のところです。じゃあね、これもね、あの醤油をちょんとつけて、はい、じゃあね、いただきます。肉厚、うまっ。なんだこれ、もう本当にね、マグロがね、肉厚なんだよね。ネタでかいよ。あれ、こんなだったっけ、はま寿司さんって。なんか思ったよりも、あの一貫一貫が大きいっすね。あ、うまいな。しかもこの千住もすごくうまいの。奮発しました。今日は残すところは、サーモンの方ですね。それじゃあね、お父さん、いただきます。うん、うまいね。あの脂が乗ってる、甘いね。うん、うまい。うますぎてさ、日本酒はさ、もう水のように飲めちゃうのね。あの追っかけたくなるのよ、この口の中に広がるさ、お寿司のね、味とかさ、魚の脂とかふわーって口の中にさ溶け出してさ、これをさ一気に日本酒でグッといきたくなるわけですよ。いや、たまらんですわ、これはたまらん。はい、じゃあね、そういったわけで今日は皆さんに重大なお知らせをさせていただきました。僕自身ね、本当に今日からが新たなスタートだと思って、あの動画の方もね、しっかりと定期的に配信もしていきますので、またね、今年ももうあとわずかですけど、今年の分最後までね、しっかりと全力をベストを尽くしながら、また来年はね、さらなる飛躍ができるようにね、頑張っていきますので、本当にチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。それではまた。